Gakken exhibited its 8mm movie projector and premium phonograph from its series of scientific toys for adults at the International Tokyo Toy Show 2008.まず、この4月にですね、発売したのが、8mm 映写機ということで、これはあの昔あった 8mm フィルムをですね、もう一度、まあ映写してもらおうということで、まあ、作った商品です。結構あの昔あの 8mm フィルムを撮ってて もう映写機自体が壊れて使えなくて、昔の映像が見れないというお客さん結構いらっしゃったもんで、そういったお客さんのためにですね、まあ、簡単に使えるあの手動式になってますんで、簡単に使うことができますし、またあの LED を使ってますので、結構あの明るく、またあの熱を持ったりしませんので、安全に使うことができます。The new projector also comes with a film editing tool, and it supports single 8, super 8, and double 8 type 8mm films.それからあのもう一つの新しい商品が5月に発売したプレミアム蓄音機です。このプレミアム蓄音機というのはですね、1900年代のいわゆる本当にあの蓄音機が世界で発明された頃の最初の方式の蓄音機ということで、ゼンマイで動き、かつですね、竹針を使って、あとはホーンとサウンドボックスで一切電気を使わずに音を増幅して使っている蓄音機です。昔の SP、EP、LP といったレコード盤をかけることができます。In addition to developing a disc-type phonograph, next, Gakken plans to develop a spring action-powered product based on the cylindrical phonograph invented by Thomas Edison. DigInfo News.